はい、じゃあそれでは授業の後半に入りたいと思います。一応先ほど最後のところですね、積分を考えるためにこう豆腐を考えましょうって、豆腐のモデルを考えまして、で、まあ今考えているその平区間ですね、平区間 i を、まあ、細かく分割したうちの1個 の, あの i のラージ i の ij というのを取り出しましたと。で、そのラージ i の ij の、まあ、あの豆腐を取り出したときに、まあ、その上の面を見るわけですね。そうすると高い面と低い面がありますので、まあ、高い面の方をラージ m の ij としますという定義を、一応ちゃんと書きますと、まあ、こういうふうになるんですけれども、その fxy の中でその xy が、この小さい長方形、ラージ i の ij を通っている中でのその上限ですね。で、一応もう少しきちっと書きますと、xy はラージ i の ij の中でのその fxy の上限を、まあ、ラージ m の ij と書きます。それから、スモール m の ij に関しては、逆に、f の値の一番小さいところですね。まあ、一般には、下限なんですけれども、今これもちゃんと書きますと、でちなみにこの下限という言葉は、英語でのインフィマム の頭文字のインフっていうのを取ってますので、よくインフって呼びますけれども、まあ多くの場合は、最小値に置き換えることもできます。で、xy がこのラージ i の ij の、まあ、長方形を動く際のこの fxi の値の下限をスモール m の ij と置きます。で、まあ、これに対して、まあ、これと置き、この大きなですね、もともと与えられた大きな有価平均 i 乗で、この i と、それからこの今さっき定義したこの導入した豆腐の体積を定めるその量としてですね、次の2種類を考えます。体積を。厳密には今のところはまだそのこの長方形 i 乗のその豆腐の体積を正確にこう計算はできていないので、それを近似する量を、まあ、この今作ったですね、この長方形の分割 i の分割と、それからこの立体を使って考えるということになります。以下の2種類を定めます。まず最初に定めるのは過剰和と呼ばれるもので。で、記号としましては、S の大文字の S の上にバーをつけて、で、スモール f セミコロンデルタと、まあ、そういう記号を使います。で、その定義は、教科書ですと166ページの、真ん中ら辺にありますけれども、i が1から n までの和で、j が1から m までの和で、
ラージ M の ij かける xi から xi マイナス1、y の、j マイナス y の j マイナス1と。で、これが一つ目ですね。この意味については、もう一つの、体積の近似を書いてから説明します。もう一つは、不足和と呼ばれるものでして、でこれは、S の下に棒をつけます。で、F セミコロンデルタ括弧閉じというふうに書きますけれども、でまあ、その式は、まあ、過剰和の場合とほぼ同じです。この和の取り方も一緒です。i は1から n までの和を取って、その中で j は1から m までの和を取って、唯一異なる点は、このスモール m の ij ですね。上で定義しましたが、そのスモール m の ij を使うというところですね。ここまでいいでしょうか。で皆さん書いたら、今度その過剰和と不足和のそれぞれの意味を説明したいと思います。ここまでいいですかね。ですか。はい。実は過剰和も不足和も、今先ほど説明しましたこの切り出した豆腐の体積を近似したものなんですね。で、過剰和の場合は、どういうふうに近似したかというと、ここにラージ M の ij というのが来ています。で、ラージ M の ij というのはどこかというと、ちょっとすみません、黒板を下ろしちゃいますけど、この1個のちっちゃい豆腐の中で、この一番背の高い部分ですね。この背の高い部分で、近似したと。ですので、本当は、この上面が少し下がってるんだけども、これを、背の高い部分の、こう、直方体として、こう考えたわけですね。で、ここで、こう、天井が平らな、こういう直方体を考えたと。で、こうして考えることで、今考えている、本来測りたい、この豆腐の体積よりは、ちょっと大きめの、体積を計算していることになるということに注意してください。で実は、この部分っていうのは、xi マイナス x マイナス 1×yj マイナス yj マイナス1は、この底面の面積なんですね。底面、この底面の面積。実は、この座標、これが i の ij っていうふうに名前がついているということは、この x 座標が、x の i、x の i マイナス1。それから y 座標が、y の j マイナス1、y の j と、こういう座標の取り方になっていますので、ですので、この1個っていうのは、実はこの小さい、細切れにした豆腐1個を考えて、しかも高さを、豆腐に対して、この高さですね、高い方に、こう、高さを揃えた直方体を考えたということになります。で、この直方体、こういう直方体を、この、i を分割した全部の部分について足します。足したのはこれですね。で、皆さん見てわかるように、その赤い直方体っていうのは本来体積を測るべく、その豆腐よりも少しずつ全部体積が大きいですので、そうするとこれ全部寄せ集めた結果も、その本来積分でこう測るべき、その豆腐の体積よりもちょっと過剰であるということが見てわかると思います。そういう意味で、ここに名前を過剰和というふうにつけているということに注意してください。でしょうか。で次に、じゃあ不足和の方は、どういうふうにつけたかっていうと、やっぱり同じようなアイデアなんですけども、ポイントはこのスモール m の ij っていう部分でして、この場合ですと、この
ラージ i の ij っていう領域の領域でこの関数の値が一番小さいというのはここの部分ですね。今度はこの一番低い部分に合わせてこう長方形を定義します。でこれがこちらのスモール m の ij なんですね。で残りの xi マイナス xi マイナス1かける yj マイナス y の j マイナス1というのは先ほどの過剰和の時と同じようにこの直方体の底面の面積を表しますので、そうすると全体としてはこの本来面積を測るべきその豆腐よりもちょっと小さめの直方体の面積体積ですね、本来体積を測るべき豆腐よりもちょっと背の低い小さめの直方体の体積を測ったことになります。ですので、そういう意味ではその本来体積を測りたい豆腐の体積よりこれはちょっと小さくて、でそれをこの積分をする融解閉区間 i についてこう全部寄せ集めたので、寄せ集めたものも、まあ、本来測るべき体積はちょっと不足しているという意味で不足和という名前がついています。ここまでいいでしょうか。もう一回復習しますと、過剰和はその本来測りたい豆腐よりもちょっとずつこう高い大きい体積を測っているもので、逆に不足和というのはその本来測りたい豆腐の体積よりも少しずつこう体積の小さいものを測っているということになります。でそうするとですね、この積分したいと思っている領域この i をですねこう分割することによって、この過剰和や不足和といったようなこの体積、本来測りたい立体を近似するこうものの体積が定義できるんですけれども、でそこでちょっと皆さん想像してもらいたいんですが、その i の分割っていうのをいろいろ変えてみます。例えば分割の、その x 軸方向の分割の個数ですとか、y 軸方向の分割の個数を変えたりとか、あるいは、ある分割の間隔ですね、あるところで分割を詰めて別のところで分割を広げてみたりとか、こういろいろな分割の仕方を考えることができます。で、これからやるその重積分っていうのは、このあらゆる種類の分割を考えていくんですね。で、そこでちょっと一つ気をつけてほしいのは、注意としましては、分割をすると細かくって言っても、その数学的に細かくっていう定義は何じゃっていう話になりますので、まあここではあまり深入りはしませんけれども、例えばそうですね、分割の個数を大きくする、より細かいって言っちゃいましたね。だから例えば 10分割にしていたのを100分割にするとかですね。でそうやってこう分割の個数を例えば多くしましょう。その時にこの過剰和や不足和っていうのは、分割をより細かくすると大きくなるでしょうか、小さくなるでしょうかっていうのが、まあ、ポイントなんですけれども、じゃあ例えば分割をより細かくしていった場合に、この過剰和っていうのは大きくなるか小さくなるか、皆さんちょっと考えてみてみましょう。分割を細かくした場合ですね、分割を細かくした場合、過剰和は大きくなると思う人、小さくなると思う人、はい、そうですね、皆さんその勘は当たりです。そうですね、小さくなります。例えば分割を細かくするとその過剰和は小さくなる。過剰和は小さくなる、そうですね。ということは、不足和についても多分皆さん正しい勘をお持ちだと思うので省略しますが、不足和の方は実際、大きくなるという点に注意してください。で、まあ、一応こういうその事実を踏まえて次のステップの話に進んでいきたいと思います。ここまでいいでしょうか。
よいしょ。それで、次に出てくるのが、定積分と化積分という、そういうアイディアです。で、今皆さんに確認したように、その誘拐結果 i をですね、分割を細かくしていくと、過剰はだんだん小さくなって不足は大きくなりますと、そういう、ことが実際に数学的にも証明ができます。で、そこでここではちょっと想像力をたくましくしてっていうことを数学ではよくやるんですが、i の分割をすべて考えた上でって言ってるんですけれども、実際に i の分割をすべて取ってくるってことは不可能、現実では不可能なんですね。というのは、その実数はたくさん存在していますので、その分割の組み合わせっていうのもたくさん存在しています。ですので、その実際にすべて取ってくるってことはできないんですけども、まあ頭の中でこう i のいろんな分割を考えるということを想像してみましょう。でそうしますと、実は、ちょっとまず先に記号を書いてしまいますね。それから記号の意味を説明したいと思います。まず最初にこの S のバーの F というのを書きました。でこれはどういうものかというと、これは先ほど定義した、右の黒板に定義した過剰和なんですけれども、過剰和っていうのは先ほど確認しましたように、分割を細かくするとどんどん小さくなっていきます。しかしこれは皆さん直感的には不思議かもしれませんが、ゼロになる、今考えている一般の場合ではゼロになるわけじゃないんですね。ある有限の値で止まります。どんどん細かくしていて、どんどん小さくなっても。でそれは何で言えるかっていうと、実は過剰和っていうのは不足よりも必ず等しいか大きくなるっていうことが、直感的に分かるんじゃないかと思うんですけれども、先ほど一個一個の小さい直方体を取った時に、その赤の直方体の体積っていうのは青の直方体よりも面積が等しいか大きいですから、そうすると不足和の定義に使った青い直方体より、この青い直方体より赤い直方体が線が小さくなるってことはありえないわけですね。そうすると、この過剰和っていうのは、そのどんなに分割を細かくしても、ある有限の値を下回ることはないっていうことが言えるんですね。でその下回ることがないっていう有限の値を、このラージ S の、ラージ S の上のバーの F というふうに書きます。で一応もう少しきちんとした定義を述べますと、これは加減、インフィマム加減なんですけれども、このいろいろなあらゆる i の分割を考えて、この過剰和を取った時の、その過剰和、取りうる過剰和の値の加減っていう意味ですね。これ以上下回ることは、この値を下回ることはありませんという、その加減をこの S の上のバーの F というふうに書きます。いいでしょうか。もう一回確認しますと、過剰和を取るんですけど、あらゆる i の分割をに対して過剰和を取ったときに、この過剰和は、
この値を下回ることはありませんというその下限の値ですね。これをあの S の上のバーの F というふうに書きます。でしょうか。で、次に同じように、今度は下のバーの F というのもあるんですね。S の下のバーの F。っていうのは、今度は逆に、その、不足和の方に対して定めるんですけれども、これ大丈夫かな。今度は不足和ですね。不足和をこの i のあらゆる分割に対してこう考えます。で、そうしますと実はこの不足和っていうのはある値を超えないっていうことが分かるんですね。先ほどと同じ論法でこのちっちゃい直方体の不足和に使う直方体はこの青い辺の高さを持つ直方体なんですが、それは先ほど言ったように今度は過剰和を計算するときに使うその赤で書いた辺をよりも高さが高くなることはないですから、そうすると不足和は逆にそのどんな分割を取ったとしてもある実数の有限の値を上回ることがないということが言えます。で、そこでそのいろんなあらゆる i の分割に対してその不足和を計算したときに、この値を超えることはありませんよっていうその上限ですね。さっきもちょっとやりましたけども、この上限をこの S の下のバーの F というふうに書きます。で、実はこの定積分とか化積分っていうのはこのことを言いますね。この過剰和から作ったこの S の上のバーというのを定積分と呼びます。で、逆にこの不足和の方から作ったこの S のアンダーラインの方を化積分と呼びます。で、この時そのもともとの過剰和不足和の定義からですね、その定積分と化積分の代償関係が決まっているんですけれども、この時化積分とそれから定積分ですね、代償関係が決まっているんですが、等しい場合もあります。等しい場合もありますけれども、異なる場合もあります。異なる場合はどっちが大きいでしょうか。ちょっと皆さん考えてみてください。ちょっとじゃあここでも一回投票を取りたいと思います。もし定積分と化積分の値が異なるときにはの代償関係として定積分の方が大きいと思う人を手を挙げてください。はい、化積分の方が大きいと思う人を手を挙げてください。はい、正解は定積分ですね。で、なんでかっていうと、もともと定積分と化積分を定義する際にこの過剰和と不足和を使っていました。で、さっきちょっと確認するのを忘れちゃったんですけれども、過剰和と不足和の間は常にこういう関係が成り立っています。ある一つの分割に対して。っていうのはここでやっぱりこの図に戻るんですけれども、この図に戻って分かるように過剰和を定義するに使った赤い直方体の方が不足和を定義するときに使った青い直方体の高さが等しいか高いですよね。この赤と青の直方体の上下関係が逆転することはありえません。ですので、過剰和の方が、一つの分割に対しては過剰和の方が不足和よりも等しいか常に大きいということで、その上限、下限を取った場合にも、
大小関係が仮になっていますということで、上積分と下積分の大小関係としては、上積分と下積分が等しいか、もしくは等しくない場合には上積分の方が必ず大きくなるという性質があります。ここまでいいでしょうか。というわけで、その、まあ、あの過剰は、あの豆腐の、今日は豆腐のモデルからですね、その過剰は不足和の定義をして、上積分、下積分の定義をして、でようやく重積分の定義をするときが来ました。これが定義 5.1 といいまして、あの教科書ですと167ページの真ん中ぐらいになります。定義 5.1、一応、問題設定を書きますと、I ですね、I は、まあ、R2 の融解閉区間とします。ですので、今の問題設定ですと、こういう話ですね。この7枚目の黒板に行って考えているのは、こういう領域のことを I と置きますということですね。で、それから、まあ、fxy というのを、I で、I 上で定義された有解な関数とします。で、この時に、この時ですね、これが、今まで説明しました、この、分割を考えて、それから、その I の分割上で、過剰和不足和を考えて、で、さらに、その過剰和不足和に対して使って、その上積分、下積分というのを考えた時に、この F の I での その上積分とですね、その F の I での下積分が等しくなるときを満たすときですね、満たすとき、F は、F はリーマン積分可能であると言います。だいぶその道のり、長い道のりを通ってきましたけども、これでようやくその F は積分可能ということが定義できまして。で、この値ですね、この時この値をこう、この上積分もしくは下積分の値を、このような積分記号を使ったものをここで表します。表してこれを I 乗でのまあ関数 F の重積分と言います。で、さらに、この i をですね、
この i をこの重積分の積分領域と言います。というわけで今日は、まあ、2時間近くかかったわけですけれども、ようやくまず融解閉空間上の重積分の定義をしました。一応と、まあ、なかなか この話は、まあ、例えば試験には出しにくいので、そのあまりこう何でしょうね、こう、あ、まあ出しにくいといっても出さないとはこう断言できませんがと、まあ、とりあえず何か言葉の意味を確認したりするようなテストには出すかもしれませんけれども、まあなかなかその、ね、複雑な証明なんかはしにくいかもしれないんですけれども、一応そのアイディアをですね、ちょっとまあ、理解してもらえればと思います。で、一応こういうアイディアでその数学のある理論がその作られているということですね。その、まあ、関数といっても、その現実には我々がよく見る関数のほかにいくらでもその「こんなのがあるの?」っていうような、そのある意味病的なものとかですね、そういったものも数学の上では定義したりすることができます。で、逆にそういったそれまでその人類が我々あまり考えてこなかったものをこう想像力を豊かにしてこう想像を巡らすっていうのが、まあ、新たな数学の理論の定義につながったりしますし、またそれは単にその数学の理論とかそういうものにとどまらず、それは一つの人間の世界観っていうんですかね、まあ、ただこれは主にその西洋的なアイディアが中心だと思いますから、その平均的な世界観かもしれないけれども、そういう世界観をですね、新たにこう視野を広げるといったようなことも、にもつながってきたりすることもあります。実際にそのこれまで その自然科学、まあこれもやっぱり西洋の視点ですけれども、西洋の視点で自然科学の進歩っていうのは、そういう人間の世界観をこういろいろそれまでは想像できなかった範囲にこう広げてきたという面もありますので、まあそういった意味でですね、こう数学ってこういうふうにこう形作っていくんだっていうのを一つの例として見てもらえるといいかなというふうに思います。まあそれが好みかどうかは皆さんにお任せしますけどね、うん、とりあえずこういうことをやってるわけですね。ここまでいいでしょうか。何か質問などありますか。はい。で、一応融解閉空間上での重積分の定義をしましたので、まあ、必然的にといいますか、今度はその一般の融解の集合でですね、やっぱり重積分を定義しないとなかなか不便ですので、まあ、そういうこともやりたいと思います。じゃあちょっと黒板少し隙間が空いてますので有効に活用しましょう。この一般の融解集合の場合に進む前に、一応ちょっと
この場では時間がなくて省略、時間がないとか、あるいはちょっとやや複雑な話なので省略するところもあるんですが、その点について少し言及しますと、例えば先ほどのですね形で、その定石文化石文を使って有解閉環上の重積分というのを定義したんですけれども、例えば、先ほど定積分化積分使った時にはその豆腐を1個の豆腐、小さい細長い豆腐を禁じした、一番背の高い直方体と一番背の低い直方体を使って定積分化積分というのを定義したんですが、実際にはなんで最高地点最低地点でなくって、この豆腐の中のその関数 fx にとる任意の地点を使って直方体を定義しても、この重積分がちゃんと求まるということ性質も知られております。それからあと、先ほど定積分や化積分を定義するときに、そのあらゆる分割を考えますっていうようなことをまずやったんですけれども、であらゆる分割の代わりにですね、そのもう少し単純な分割として、例えばどんどん分割の個数を増やしていって、分割のサイズですね、幅を狭めていくっていうのが、分割の一つのやり方としてありますが、実際にはその分割の個数をどんどん増やしていって、個々の分割の幅をどん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 小さくしていけば十分である。この定積分や化積分はちゃんと定義できるし、あと重積分が定義するときには重積分の値にそれが等しくなるというようなことも知られています。以上、ちょっとそれは少し細かい事実ですので、ここでは省略しますけれども、そういう話もですね、使われることがしばしばありますので、一応そういう内容があるということだけ紹介しておきます。で、今度はその一般の有解集合の場合の、重積分の話に入るわけですけれども、まずここではそのユークリッド空間 R2 の空でない有解集合を D とします。それで、本当はここの隣にこの図を書きたいんですが、ちょっと今高さが足りなくって、そこに図を書くと2枚の黒板にまたがってちょっと見づらそうなので、下の黒板の方に図を書きますが、例えばこういう、有解な集合 D というのを考えましょう。で、この時に使うアイデアなんですけれども、この D をすっぽり覆うような有解閉環というのを考えます。有解閉環ですので、その x の範囲がここからここまで、 y の範囲がここからここまでっていうことになるんですが、こういう有解閉環を考えます。ですので、d という空でない有解な集合に対して、i というのを、その d をすっぽり含むような
誘拐兵区間を取ります。でそしてこの誘拐兵区間愛情でその F 値の XI という関数をこう考えるんですね。考えるとか定義するんですね。でそれはどのように定義するかというと、この点がこの誘拐集合 D の範囲では誘拐集合この xi 点が D の範囲では与えられた関数 fxi の値を取るようにしなさいと。でじゃあ D の外にあるこの i の点に対しては0を回数の点にしなさいと。そういう関数を定義にするんですね。ですので、そうですね、さっきの豆腐のモデルだとどういうことを考えるかというと、まずそのまあ z イコール fxy でこう上面を定義した豆腐がありますよね。でそれをまずこの誘拐兵区間 i の範囲でこう切り出してきます。そうするとこう豆腐の中でこの i、この誘拐兵区間 i ですね、長方形で囲まれるような部分でこう切り取られた豆腐が出てきますね。でさらに今度はこの i の中にある誘拐集合 d にを囲むような型ですね。皆さんよくクッキー作る、もしかして女性の方はクッキー作るときに型抜きなんかやると思いますけれども、そのクッキーを抜くような型をこう考えるわけです。この誘拐兵区間 D のこう境界に合わせたような型を考えてでそこで、ね、この豆腐を 型抜きっていうかパッと切り抜いてですね、でこの周りの部分は全部なくしてしまいます。そうするとこの D の部分だけこうこんなふうになった豆腐が切り抜かれてくるのがを想像できますでしょうか。で一応関数としてはこの D の外側のこの長方形の部分まで定義されているものとして、ただしその値はですねこの D の範囲ではこの豆腐の高さなんだけれども、この D の外のこの長誘拐兵区間の中では0と。でまあね、高さ0の豆腐はちょっと現実にはありえないんで、そこは豆腐はなくするしかないんですけれども、一応、まあ、そういうこう途中でこう急にカクッとこの D の部分だけ盛り上がったような関数を考えるというのがこのアイデアです。でと定義すると。でこれは。実は教科書の方でいくとだいぶページが進むんですけれども、178ページのセクション 5.4 ですね、重積分定義その2の中にあります。でこういうふうにして考えたF チリアという関数に対して、この積分を考えるというのが次の定義です。
教科書ですと、教科書178ページの定義、5.4 というところにあります。で一応D と I をですね、今 の定義に、します。その時に、あ、そうか、D と I。D と I は、まあ、上の定義とすると。ちょっとお断りしておきますが、ここで上と言っているのは、論理的な上であって、物理的な上とは限りません。大体、我々、こういう自然科学の論文や書物を書くときには、横書きで、まあ、ヨーロッパ方式ですと、左から右にこう1行書いて、それを上から下へこう書いていくという形になりますので、以前定義したものを上野というふうに呼ぶことは論文などでよくあります。この場合はこの上っていう意味ではなくって、この前に書かれた黒板の定義っていう意味ですので、ちょっと気をつけてください。しばしばこういう書き方をしますので、物理的な上じゃないってこととは限らないってことですね。今の場合は右もしくは右上ですね。まあ黒板でいうとそのより前の番号の黒板に書かれたものとします。ですので、ここですと、まあ、D は、クールな誘拐の集合として、I はその D を包むような誘拐平衡というふうに考えてください。で、この時に、この時、その今考えている、ああ、そうか、F、F、F はいいのかな。そうですね、F もですね、F、F。まあ、F も先ほど定義しましたので、F と、あ、そうか、それから F チラですね、すみません。これ F チラもここで考えたとおりにしましょう。で、この時、その F が D において、リーマン積分可能であるというのをどう定義するかというと、実はこちらの定義した F チルダですね。F チルダが I において、I っていうのはその誘拐平衡ですね。誘拐平衡 I においてリーマン積分可能という概念で定義をします。ちょっと分かりにくい人もいるかもしれませんけれども、そのどういうアイデアかっていうと、その今はその一般の D というこの誘拐が集合で その積分を定義したいよというときに、それを無理やり、ある意味無理やり、そのさっき定義した誘拐平衡感上の積分に帰着させるんですね。それはどうやって帰着させるかっていうと、2つ設定すべきことがあって、1つはこの領域ですね、積分領域。積分領域はさっきは誘拐平衡感でしたから、どういう誘拐平衡感にすればいいかっていうと、とりあえず D を含むような誘拐平衡感を1個持ってきなさいと。でもう1つは関数ですね。関数をどういうふうに定義すればいいか。関数としてどういうふうに定義したかっていうと、これもかなりこじつけっぽいんですけども、数学的にはちゃんと筋が通っていて、 D ではこの fxi の値を取るけど、その外では0ですよという、まあ、そういう関数をいわばでっち上げたんですね。でこういったでっち、いわゆる、まあ、ある意味でっち上げた関数に対して、これがこの i 誘拐平衡感 i でリーマン積分可能であるときに、このF はこの目的の誘拐集合 D でリーマン積分可能ということにしましょうというふうに定義をするわけです。でしかもそれでその書き方なんですけれども、
その書き方と積分のその値なんですが、これは F の GD 乗の積分ですね。F の D 乗の積分というのの量も、この定義に使いましたこの F チルダの I 乗の積分をもってこの積分の量も定義しますというのが、この一般の誘拐集合上の重積分の定義です。で、そうですね、もう、そうですね、だんだんこう疲れてきた人もいるかもしれませんが、もうちょっと、そうですね、この一般の誘拐兵、あ、一般の兵集合、誘拐集合上の積分については、いくつか、見るべき点があるんですけれども、まず一つ目の注意としては、この、一般の重積分に関する注意としては、今はその重積分を定義するときにこの D を含む誘拐兵器間 I っていうのを取りました。でこの I の取り方っていうのはこう一つとは限らなくていろんな取り方があります。要はこの D を含むようなこう誘拐兵器間を決めれば決め方というのはいくらでも決められるので、D さえ含んでいればいろんな取り方ができるわけですね。で注意しておきたいのはそのこの重積分のその、積分可能性とそれから積分の値というのは、この I の取り方にはよらないということですね。一応その D さえ含んでいればどういう取り方をしても重積分が存在するときには存在するし、あとその重積分の値も常に一定であるということに気をつけてください。そうしますと、fxy の d 乗での、積分可能性と、および、積分値。は誘拐兵器間 I の取り方にはよらないという事実があります。もちろんこの誘拐兵器間 I はその D を含むように取る必要がありますけれども、まあ、D さえ含んでいればどういう取り方としても積分が可能なときは可能だし、積分値も一つに定まるということを言っています。ここまでですか。それで、じゃあその一般のその重積分において残る問題は何かっていうことをちょっと確認しますけれども、一応ここまでの話でその fxy っていう関数が
その有解な集合 D においてそのリーマン積分可能かどうかという話なんについては、FXI が有解集合 D において、リーマン積分可能かどうかっていうことに関しては、実は次の問題で置き換えることができます。それは今先ほどちょうど重積分の定義をしましたように、この F チリアの XY ですね、 F チリアの XY がその有解平衡間 I において、リーマン積分可能かという話に帰宅されます。で、実はそのさっきですね、その有解この平衡間 I の積分をその考えたときに、あまりちゃんと言ってなかったんですけれども、その積分を考えたときに大事なアイデアの一つとして、その有解平衡間 I でこう分割を分割したときのそのこの豆腐各豆腐の体積っていうのは、実はこの一個一個の小さな長方形の面積に基づいてこう体積計算されたってことに注意してください。この面積がちゃんとあるから、これを底面にするようなその一個の豆腐、もしくはそれを近似した直方体の体積を計算することができたというのが実は重要な話でして、でここでそのもう同じようなことをやろうとしたときに、実は問題になるのは、じゃあこの有解な集合 D というのは面積って常に決まるんですか、どんな時に決まるんでしょうか。ここで面積が決まれば、この D の面積が決まれば、その上でこの豆腐の体積が決まりますから積分可能であるというふうに言えるわけなんですが、大事なことは、じゃあこの D の面積っていうのが常に決まるのか、あるいはどんな場合に決まるのかっていうことをきちっと調べておくことが必要なわけです。ということで、この FXI がその入解集合 D においてそのリーマン積分可能かどうかっていうのは、さらに問題を見ていきますと、この D ですね、この有解集合 D というのがこのもともとの空間ユークリッド空間 R2 において、これはちょっと初めて聞く言葉だと思うんですが、ジョルダン加速という言葉を使います。これは言い換えれば、面積が定まるかっていうことを、かどうかっていうことを意味しています。見えますか。ということで、実はこの一般の重積分が可能かどうかっていうことを調べる場合にはもう一つその課題が残っておりまして、それはその一般その FXY が一般の有解な集合で積分可能かどうかっていうのを調べるために、その与えられた有解な集合 D っていうのが面積がちゃんとあるかどうかってことですね。それを含めてそのじゃあどんな時にこの FXI が重積分可能かっていう
一つの、一つの十分条件を見ていきたいと思いますので、あとそうですね、今日はあと10分ぐらいありますので、まだちょっと少しこの辺の話が続くんですけれども、今日もう少し話を続けられるところまで続けていきたいというふうに思います。まあ皆さんだいぶお疲れの人もいるかと思いますが、まあ、多分あと10分少々ですので、ぜひ頑張りましょう。で、今序列段加速という言葉が出てきましたので、その、まあ、序列段速度という言葉をまず定義します。ちなみにこのジョルダンっていう人は、その、まあ、19世紀のフランスの数学者でして、で、線形代数の方では、まあ多分皆さんが学ぶ範囲のさらに先の方にあるんですけども、ジョルダン標準形といったような、そういう行列のある種の標準形などで名前がよく知られている人です。で、まあ、このジョルダンについては、そのこの面積、リーマン積分において、この面積がどういう時に定まるかということを調べたということで、まあ今のリーマン積分の枠組みではよく使われているということですね。で、まあそういう名前に残っているジョルダンなんですけれども、まず、まあ、いくつか道具を定義しますけれども、1つ目にはその定義関数というのを定義します。まあ、なんか定義関数の定義って、なんか名前、ネーミングとしては変な感じがするかもしれませんけれども、教科書では173ページですね、載ってます。A をまあ、ユークリッド空間 R2 の部分集合としたときに、ですので、ちょっと先に式の定義を書いちゃいますけども、解の A の XY、解ですね、これローマギリシャ文字の解って読むんですが、解の XY は、まあ、ある関数なんですけれども、どういう関数かというと、この点が A の中にあるときには1ですと。それから、A の外側にあるときは0ですと。そういう関数を、A の定義関数と言います。ですので、直感的にはさっき、一般的な重積分をやった時とかなりちょっと状況に似てると思うんですけれども、例えばこれ、A という
分集合があったときに、ちょうどこの A のところだけ高さ1で切り抜いた、まあ、豆腐を考えればいいわけですね。さっきの豆腐のモデルで言うと、この分集合 A の範囲だけで高さ1を切り抜いたものと。で、ですので、A の範囲ではこの fxy の値は1だけれども、まあ、その外では0ですよと。まあ、そういう関数のことを解 A の A というふうに書きます。まあ、豆腐が関数ってわけではないんですけれども、まあ、豆腐のように考えてますね。で、その次に多分この辺で終わるかなと思うんですが、定義 5.3 というのがありまして、これは その一部が教科書ですと174ページにあります。内容としては、ジョルダン外速度と呼ばれるものと、それからジョルダン内速度と呼ばれるものを定義します。で、ここでは、B というのをその R2 の、ある有解な部分集合とします。それから、B を含むような有解閉環を考えます。というところまで来たんですが、まあ時間的にもうそろそろ授業が終わりであるという点と、それからまあこのジョルダン外速度内速度の意味に関してはまたちょっと時間をとって解説することになると思いますので、どのみちこの定義は多分次の時間にもう一度説明を始めることになると思いますので、今日はそうですね、このジョルダン外速度とジョルダン内速度の前までやったということにしておきたいと思います。一応今日の内容はここまでなんですが、何か質問はありますでしょうか。最後に、皆さんにとっては非常に残念なお知らせなんですが、来週のこの金曜日というのは皆さんご存知のように、まあ、クリスマスの日なんですね。しかしながら一応授業は設定されておりますので、でなかなか、この辺の話はですね、その演習や計算問題には出しにくいところですので、まあ、演習の方はね、来週とそれから次回確かお休みになると思いますので、その間にこう理論的な話を少しでも進めるべく、まあ、皆さんには大変辛いクリスマスになる人もいて大変かもしれませんけれども、まあ、来週また頑張って進めたいと思うのでよろしくお願いします。
ということで、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。